5500トン型軽巡洋艦は、日本海軍の軽巡洋艦の方の通称の一つ。5500トン級軽巡洋艦ともいう、以下の14隻の総称。5500トン型軽巡洋艦の5番艦、北上1番艦熊の計画常備排水量が5500トンで、あることからついた名称。設計は、英国の流れを組み、ほぼ同一の並走で、排水量も大きく違わない。 太平洋戦争期には多くが旧式化していたが、大艦の建造が遅れたこともあって、初期には第一戦で使用された。最後に建造をされた川内型は、経年が浅かったため改良が優先され、太平洋戦争の末期まで第一戦で活躍した。1917年に成立した84艦隊計画では、 当初3,500トン型軽巡洋艦6隻と7,200トン型軽巡洋艦3隻が計画されていた。3,500トン型は先に建造された天竜型軽巡洋艦と同型であったが、水雷戦隊機関としては艦型が小さすぎると判断されて1918年度の86艦隊計画時に5,500トン型9隻建造に改められた。 このうち最後の一隻はさらに計画が改められて、夕張となり、残りの八隻がいわゆる五千五百トン型軽巡洋艦となった。熊型の五隻と、長良型の長良以下の三隻、計八隻である。また八十六艦隊計画ではさらに三隻の建造が認められ、長量計の由来か三隻となる。1920年成立の八十八。 艦隊計画ではさらに8隻の建造が計画されたが、ワシントン軍縮条約により計画は途中で中止となり川内型3隻のみが巡航した。設計はイギリス系順の後期 C 級や D 級を参考とされ、艦船本部の河合定地が設計した。日本海軍での運用は水雷戦隊機関を想定され以下のような特徴を持つ。上述したように設計は、 イギリスの軽巡を半としており、船体に直線が多く、後の平が譲るデザインの艦とは趣をことにしている。また、設計に余裕があり、後年の近代化階層にも対応できた。太平洋戦争では、寒冷20年近くなった、老齢艦であったが、活躍できる原員ともなった。欠点としてなどが伝えられている。また、特型駆逐艦が配備されると、両派性等が、 新型駆逐艦より劣るなどの問題も現れた。最後に、太平洋戦争時に収益から20年近く経っていた本艦型であったが、アメリカ海軍の評価は意外にも高いものであった。熊型4番艦、多い。格納庫のない環境は一回り小さい。86艦隊計画の最初の5隻。2番艦玉は1923年に主権的に航空機を搭載し、 日本系巡洋艦として初搭載となった。また5番艦基礎は、春工時より、環境に航空規格農庫を設置、艦首に滑走台を置き、陸上機の運用を可能とした。ただし実用性は乏しく、航空機を搭載したことは、ほとんどなく、滑走台も後に撤去されている。長型5番艦、絹、環境が大型化環境前に滑走台を設置する。写真時には、 滑走台上にカタパルトを搭載。魚雷を5 3トルより6 1トルに強化した方航空兵装は基礎と同様の設備を有した。1929年にイスズでの1ヶ月の実験を終えた茅場式間発促進装置はユラに移設され、1933年頃まで試験を兼ねて使用された。また1930年には絹が 火薬式カタパルトを実験目的で装備している。絹での1年間の実験後1931年に同装置は人通に移設された。装備位置はべて環境前の滑走台上である。絹人通に装備されたカタパルトは後に実用化されるタイプの原型であった。呉式2号3型改め位置として実用化された火薬式カタパルトは1932年から34年に かけて、各艦の5番手法と6番手法の間に装備され、環境前の滑走台は実験中の試作型パルトと共に廃止された。ユラはそれに先立つ1928年に水上偵察機1機を初めて搭載。1927年度には潜水艦大機艦となり、軽巡洋艦として初めて水上機を常時搭載した。近代化改装後の川内。 川内型は4本煙突。近代化階層で、滑走台は撤去、後部に、カタパルトが設置されている。88艦隊計画の大転換計画により、重油消費が増大することが予想されたため、石炭混焼艦を4基に増やして、重油消費量を抑えた型。そのため煙突が4本に増えている。横浜選挙で建造された中は、浸水前に、 関東大震災に遭遇し船体を破損、解体の上改めて建造し直した。そのため巡航は最後となった。人数は1931年に絹での実験を終えた火薬式試作カタパルトを全部滑走台に装備して1934年4月まで実験を行った。ダブルカーブ型艦種に改装された川内型人数上実した通り5500トン型の 艦首は、機雷戦のためスプーン型艦首を採用した。しかしこの形はしのげな未性が良くなく、日本海軍が機雷戦術をやめたこともあり、艦首改装の機会があった艦は、ダブルカーブ型艦首に変更している。すなわち再建作りの中は、春工事より、また、事故で艦首を損傷した人頭と阿武隈は、復旧工事の際に、艦首形状を改めている。5500トン型では、 この三艦のみがダブルカーブ型だった。1931年から1934年頃、各艦とも近代化改装を施した。その後も特定修理などの際に小改装を施している。主な変更点は以下の通り、防空巡洋艦に改造後のイスズ大戦中期より、機銃の増備、レーダーの搭載などは他の日本海軍艦艇と同様である。レーダーは、 環境トップもしくは前マストに21号を搭載している。冷凍沖回線に参戦した艦はあとマストに22号を搭載していた。一部の艦はあとマストに13号も装備したと考えられるが時期としては、冷凍沖回線後の1944年11月以降と考えられ、写真も残っていない。ながらは1943年頃に航空兵装と5番、7番手法を撤去し、 代わりに7番手法跡に 12.7cm 連装広角砲1機を、また 25mm3 連装機準2機、連装機準4機などを装備している。当時まだ戦没していない他の艦も同様の改装を受けたと推定される。伊須津は1944年の損傷修理の際に手法をすべて撤去し、12.7cm 連装広角砲3機を装備。 一種の防空巡洋艦になった。また北上は1944年から1945年にかけて回転棟再艦への改造がされている。初戦時には水雷戦隊機関や軽巡洋艦部隊として各地の攻略作戦に参加している。太平洋戦争においては戦前に想定されたような主力艦同士の砲撃戦による艦隊決戦は正規せず。 航空機中心の戦いとして推移した。しかし、航空優勢が確保できない日本軍においては、高速艦艇を用いた当初への夜間、強行輸送作戦や、米軍の上陸地点への野襲作戦が頻繁に実施され、この任務に水雷戦隊が借り出されることになった。5500トン型の各艦は、これを阻止しようとする米国海軍水上部隊との間で死闘を繰り広げた。 その後、水雷戦隊の機関任務は、最新鋭の阿賀野型軽巡洋艦に譲り、徐々に後方任務に就くようになる。機動部隊の護衛から輸送まで幅広い任務に就いた本方は、北上を除いて、すべてが終戦までに戦没している。熊は主に南西方面にあり、物資や人員の輸送に活躍した。基礎、玉は海戦時北方部隊の第五艦隊に所属。 北洋の警備に当たった、アリューシャン攻略作戦、キスカ撤収作戦に参加している。キスカ撤収後は南方に活躍の部隊を移した。多い、北上の二艦は従来総艦として待機していたが、艦隊決戦は起こらず、活躍の機会はなかった。その後魚雷発射艦の一部を下ろし、高速輸送艦として南方での輸送任務に活躍した。北上は対戦末期に、 さらに回転搭載艦に改造されたが、こちらも出撃の機会はなかった。北上は5500トン型軽巡洋艦の唯一の生き残りとなった。ながらは空母直江部隊の第10戦隊に所属し、ミッドウェー海戦、南太平洋海戦などに参加。その後は兵員輸送などに活躍した。伊子は損傷修理を機に防空巡洋艦に改装され、対戦相当部隊である。 第31戦隊の機関となった。冷凍機械戦には、機動部隊の一艦として、空母の護衛に参加。その後は、輸送任務に従事した。ユラとキヌは、潜水戦隊機関であったが、潜水艦を率いた艦隊決戦は起こらなかった。ユラは、初戦の南方攻略作戦に、参加の後、第4水雷戦隊機関として、ソロモン方面へ進出したが、 米軍航空機の攻撃により戦没した。絹は南西方面にあり、同方面の各地への輸送任務に活躍した。ナトリ、アブクマと川内型の3艦は水雷戦隊機関として海戦を迎えた。アブクマは第1水雷戦隊機関としてナグモ艦隊の空母を護衛し、真珠湾攻撃、ミッドウェイ海戦等に参加している。その後はキスカ撤収作戦に参加。 冷凍機海戦で戦没する最後まで第一、水雷戦隊機関として活躍した。ナトリは1942年に、第二、南図海艦隊第16戦隊に編入。南西方面、後に、中部太平洋方面での輸送任務に活躍した。川内、人通は、米軍のがダルカナル島での犯行が始まると、ソロモン方面へ進出。 それぞれブユゲンビル島沖海戦とコロンバンガラ島沖海戦で敵艦隊と交戦沈没した中は米潜水艦の雷撃により損傷1年ほど戦列を離れその後にトラック空襲で戦没しているありがとうございます